久保さん昨日ちょっと歯医者を行ってきたんですけどまああの4ヶ月か3ヶ月にこの1回定期検診僕やってるんですねであのー、毎回言われることがありまして歯間ブラシしてますかみたいなしてないですっていう <laughs> このやりとり <laughs> あの歯ブラシじゃ取れないので歯間ブラシしてくださいねっていう何回も言われるんですけど やらないっていう <laughs> で毎回そのあのあ歯ブラシじゃあ歯磨いてもらっていいですかみたいなうんまあこう磨いた方がいいですねとかその歯ブラシの <laughs> やり方を毎回レクチャーももらうんですけどで今回なんかあのなんかその歯科 歯ブラシで取れない、その歯間ブラシでやらないとダメな、その歯と歯のところのところから虫歯が進行してますよ、みたいな言われてまして。マジっすか虫歯みたいな。で、ちょっともう虫歯なりたくないので。<laughs> 僕も結構虫歯なりやすいんですよね。虫歯最近全然治療し、虫歯の治療終わってから多分何年も結構経って、 最近虫歯の治療はしてないんですけど、ちょっと歯間ブラシしようかなって思いましたね。思いましたっていう、これやらないとダメなんですけどね。久保さんやってます毎日歯間ブラシ。この、この糸用紙みたいなやつで。めんどくないですか <laughs> あれね、めんどくさいですよね <laughs>。まあ何が言いたいかっていうと、 まあ、あの、日々のめんどくさいことのつ、めんどくさいことの積み上げかなと思いますね。まあ、それを怠ると、うん、虫歯になるし、ネットビジネスも、多分最初はね、多分最初は、動画撮るのめんどくさかったりとか、動画撮るの嫌だと思うんですよ。だ歯間ブラシも一緒かな、習慣がなれば、どうなんだろうな。当たり前になれば、ね、あれなんですかね。 なんかまあい,いや、言い訳ですよね、これね。まあこうやって動画もみんな撮らないんでしょうね。<laughs> だから動画を撮らない人の気持ちが分かりましたね。歯間歯ブラシめんどくせえな、みたいな。<laughs> そうでもね、まあ久保さんと僕なんか動画撮るのも鼻くそじゃないですか、別に。一 <laughs> 日一本とかだったらい、超余裕じゃないですか、久保さん。動画 YouTube 一日一本でアップロードだけでいいですよ、っつったら。 余裕すぎて余裕すぎますよね。<laughs> そう。だからまあ、めんどくさいことをめんどくさくならないように頑張りましょう。まずは。僕も歯間ブラシちょっと頑張ってみます <laughs>。めんどくせえな、あれ。あれめっちゃ地味なんですよ、歯間ブラシ。い <laughs> ってらっしゃい。